秋篠宮様が今日う、56歳の誕生日を迎え、事前に行った会見で長女の眞子さんの結婚について振り返られました。秋篠宮様は、眞子さんが結納にあたる行事などを行わずに結婚したのは私の判断とし、皇室に影響を与えたと率直に話されました。皇室の行事、そういう儀式というものが、こう、 非常に軽いいものだという、えー、印象その上で、迷惑をかけた皆様に申し訳ないとし、結婚後に2人が双方向の記者会見を行うなど、きちんと説明をしてほしかったとされました。